3番の金子が動く、踏み込んで3番4番、そして2番の三沢が追走、前から5番の牧田もピッチを上げて、さあ突っ張っていく、金子を出させないという感じで5番の牧田行く、外から3番の金子、先行争いになった、中段ごちゃつきましたが、逃げるのは5番の牧田、突っ張って外から張り付く3番の金子、依然もがき合い続きます。1番の富澤は単独の位置の3番手、そして4番の山崎が4番手の体勢も、そこを7番の土屋がまくり一発を見せる、8番の塚本、混戦を7番の土屋がまくり切っての3コーナー、追走ぴったりと8番の塚本が続いています。前の位置は7番8番で切って、あとは1番の富澤スイッチの3番手、さらには2番の三沢で直線コース、追い込む8番塚本、しかし8番の塚本追い込んで、内は7番の土屋、